こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいのデザインについてですね、ちょっとお話したいと思います、一般的にですね、よく販売されている手ぬぐいっていうのはですね、古文柄とかね、結構細かい柄が全体に散らばっているような柄がね、多いのがあります。でこれはね、よく見てみると裏返すと、裏までインクが通ってない顔料のプリントということもありますので、よくね、この辺りは注意が必要なんですけども、まあ、一般的な、注染、本染めのプリント、本染めの手ぬぐいっていうのは、線幅がだいたい2ミリ以上必要なんですね。まあ、そうじゃなかったら、滲んできたりとか、その、ね、線が潰れたりということがありますので、まあ、そういったことでだいたい2ミリっては言われてます。で、まあ、昔ながらのデザインっていうのはどうしてもそのなんていうか全体にドンとあるようなぼやっとしたような、細かい柄って言っても、ね、線だけの柄とか、まあ、そういったものもありますね。本当情緒があるっていうか、今でも今のその和のブームにはバッチリなデザインなんですけども、まあ、今また新たにですね、海外のデザイナーさんが手掛ける和の手ぬぐいとかいう形でね、やれる方も多いです。だからまあいろんなね、デザインっていうのは考えることができますので、いろんなデザイン、新しいデザイナーさんとか若いデザイナーさんたくさん出られてますので、そういった方にね、作ってもらうっていうのも一つの手だと思います。ぜひ一度作ってみてください。よろしくお願いいたします。